というと今年もまた帰れんのか。仕事が立て込んじゃって、嫁さんも子育てで忙しいから。あ、ごめん、また連絡するよ。こんにちは、三郎さん。寒くなってきたね。別にそうは思わんが。最近あんまり公民館にも来ないけど、近所の人がみんな心配しとるよ。心配してくれなくていい。わしの勝手だ。そっか。だがな、じゃあまた来るよ。いやー、この間星野さんところ回ったら1時間も捕まっちゃってあのおばあさん話好きですよねそういえばあの三郎さんどうですか。みんな心配してるんですけど。ああ、三郎さんね。ああ、特におかわりないように見えましたけど、もともと頑固な人で、県職員の時は仕事熱心だったようだけど、あんまり近所と交わりがないんで、なかなか話もしてくれなくて。三郎さん、奥さんが亡くなられてからほとんど家の中だから心配ですね。三郎さん、危ないよ。これ亡くなったおばあちゃんの写真でないの。大事な思い出の。帰れ。ちょっと、三郎さん。すまん、お前がいないと俺は何もできん。息子も頼れんし、この不自由な体で今後も何もできんだろう。ただ死を恐れて生きとるだけだ。こんな惨めなことならいっそのことを。この前三郎さんが久しぶりに公民館に見えたそうで、まあ、いろいろ心配していたんでよかったです。でもそれがいいのか悪いのかどういうことですか。その時三郎さん
みんなにはいろいろ世話になったなとか言っていて、みんな別れの挨拶に来たんじゃないかって。いや私もね、この前訪ねた時、亡くなられた奥さんの写真とか燃やそうとしてたんで不思議に思ってたんですよ。ひょっとすると菊池さん、今から一緒に訪問しましょう。え？ああ、はい。ごめんください、三郎さん、いるかい、三郎さん。あ、三郎さんいたね、よかった。マスコさん、お元気ですか。包括支援センター保健師の藤田です。え、何の用だ。三郎さん、来月のお祭りの時にみんなで町の子供たちに折り紙を作ってあげることにしたんだけど、人手が足りなくてさ。ほら奥さん、折り紙教室を開くほど上手だっただろ。で、三郎さんにも手伝ってもらえないかなと思ってさ。俺は折り紙なんてできないし、やらん。それはみんな同じですよ。今回は折り紙の先生が来て教えてくれるんです。ところで三郎さん、今お一人暮らしですよね。はあ。一人暮らしは普段の生活も大変でしょ。お困りのこともあると思うんですが、どうですか。話してどうなるわけじゃない、どうせ。そういうお気持ちになるの分かります。でもここで一人で暮らすのは本当にとても大変だと思うんです。ですから私たちはとても三郎さんのことを心配していて、何かお力になりたいと思うんです。仕事もないし、やりたいこともない。こうして足がしびれて生かされてるだけでしゃあない。しかし人様の世話になろうとは思わん。それなら死んだ方がマシだ。そうですか。それはおつらいですね。体の方は病院には行かれたんですか。一応な。しかしあとはリハビリといって、ろくに見てくれん。リハビリならデイサービスでできますよ。ご存知でしたか。いや、そうなのか。はい、ぜひご利用してみてはいかがでしょうか。何か他に生活でお困りのことは。見ればわかるだろう。掃除、洗濯、全部だよ。誰かに手伝ってもらえば楽なんだが、金がね。介護保険を使ってヘルパーさんを頼めば、あまりお金はかからなくなりますよ。手続きを進めませんか。他にご家族はいらっしゃいますか。息子がいるが、仕事が忙しいからといってずっと水戸から帰ってこんし。そうですか。それじゃあ寂しいですよね。ああ。もし三郎さんがよろしければ、息子さんにも連絡して、みんなで三郎さんの今後の生活をどうするか相談しませんか。今のおつらい生活を改善する方法が見つかるかもしれません。うん。ああ。それからね、三郎さん、今週の金曜日に折り紙の講習会があるんだよ。気晴らしにもなるし、本当に手が足りなくて困ってるんだよ。手伝ってくれないかな。それに三郎さんと同じように一人暮らしの人が何人もいるんだよ。してくれるよね。Mm-hmm.
したよ。なんか民生委員さんから聞いてさ、なんで困ってるって言ってくんないんだよ。なんとか都合つけてさ、来週帰るから。バカ野郎。